皆さんこんにちは。ウィークリー姫路の時間です。10月27日日曜日は衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民審査の投票日です。私たちの代表者を決める大切な選挙です。ぜひ投票に行きましょう。投票時間は午前7時から午後8時までです。また投票日に投票所に行けない方は期日前投票をすることができます。期日前投票の場所や日時は、投票のお知らせ封筒に同封されているチラシや、姫路市選挙管理委員会のホームページでご確認ください。今週は、町の話題と本間家姫路のコーナーをお送りします。それでは、町の話題からお送りします。ルポン国際音楽祭2024、阿公姫路が、10月6日日曜日から開幕し、阿公と姫路の4会場で開催されました。ルポン国際音楽祭は、播磨ゆかりの世界的バイオリニストで、現在ベルリンフィルハーモニー管弦楽団第一コンサートマスターを務める柏本大新さんを音楽監督に、市民の皆さんが気軽にクラシック音楽を楽しめる機会を提供しようと開催されている音楽祭です。2007年から開催されているルポン国際音楽祭は今年で17回目を迎えます。また2012年から阿公市と共同で開催しています。今年は10月6日から13日までの6公演のうち、9日、10日、12日、13日の4公演は、姫路市の姫路城二の丸と諸社山円行寺、阿久里江姫路大ホールで行われました。ルポンとはフランス語で架け橋を意味します。この音楽祭が国境を越えて、人と人、心と心を結び、平和の架け橋となるようにとの願いを込めて名付けられました。今回の音楽祭には、柏本大新さんをはじめ、世界を舞台に活躍されている15人の音楽家が参加。シューベルトなどの作品を中心に、芸術性の高いクラシック音楽が披露されました。続いて本間家姫路のコーナーです。皆さんこんにちは。姫路市広報推進員の市井由香です。始まりました、本間家姫路。さあ、今回は芸術の秋がテーマということで、姫路市立美術館にやってきました。現在世界的に有名な建築家隈研吾さんの展覧会が開催中ということで、今回はその一部をご紹介したいと思います。あ、霧の彫刻が始まりましたよ。の展覧会を皆さんにより楽しんでいただくために、美術館学芸員の紅林さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。紅林さん、今回隈研吾さんの展覧会を開催することになった経緯をお聞かせください。はい、
現在ですね、姫路市立美術館では4年計画でオール姫路アーツ&ライフプロジェクトというアートプロジェクトを行っています。初めての年は、日比野克彦さん、次の年は、杉本博さん、で3年目は、チームラボ、今年は、熊健吾さんをお呼びして展覧会を行っております。じゃあ熊健吾さんが最後のお一人ということなんですね。はい、はどんな展示なのかめちゃくちゃ楽しみです。じゃあ早速ご案内お願いします。はい、どうぞこちらへ。はい、今回の展示ではですね、パラパラ、コツコツ、ツンツンという3つのオノマトペを使って熊健吾さんの作品を紹介するという展示になっています。で展示室を見ていただくと分かるんですけれども、壁とか純度っていうものがありません。ですのでまるで街を散策していただくように、自由にですね、あの鑑賞者さんが見たい順番に展覧会を見ていただければと思います。こちらの作品なんですけれども、アオーレ長岡といいまして、新潟県の長岡市にあります市役所 と、 あと文化施設ですとかお店ですとかを合わせた、複合施設になっています。こんなおしゃれな建物に市役所が入ってるんですか？はい、そうなんです。素敵ですよね。模型の中に人とか猫ちゃんとかがいたりするんですね。そうなんです。この中にですね、あの広場があって、非常にこう気軽にですね、市役所を訪れて、あのお友達とかとおしゃべりしたりとかっていうような空間もある建物になってます。こちらはオリンピックで有名な、はい、こちらは、国立競技場ですね。この競技場 の、 あの周囲ですね、外縁部にはあの木材が、張り巡らせられているんですけれども、それが実はですね、あの47都道府県それぞれから集めた木材を使っているんですね。さらにこだわりがあって、その木材はですね、それぞれの地域、例えば北海道の木材だったら北側に配置するとか、沖縄だったら南側に配置するとかっていうような形で、なのでちょっと兵庫でしたら真ん中よりちょっと、南寄りになるんですかね、といったところに配置されているっていう特徴があります。こちらの建物はですね、早稲田大学の村上春樹さんの名前をつけた村上春樹ライブラリーという建物に施設になっています。でこちらトンネルをイメージした衣装になっています。この模型、断面図になっているので建物の中も分かっていただけるんですけれども、この建物の中にトンネルがあるのが見ていただくことができます。でトンネルというのがですね、あの村上春樹さんの文学の世界で非常に大事なキーワードというになっていることが多くてですね、なのでそういった村上さんの文学の世界を表現している建築物になります。この模型ひときわ大きいですね。はい、こちらの作品はですね、熱海にあります小枝ハウスという飲食店の建物の模型になります。本物の、建物はこの四隅に鉄の柱が立っていて、4辺はガラスの壁で囲まれていてお部屋になっているというような建築なんですけれども、じゃあこの部屋の中心にこの柱があるっていう感じですか？はい、そうですね。なので一番この建物の重量を支えているのはこの中心にある複雑な木組みの部分になるんですね。この展覧会、皆さんにどんな風に楽しんでほしいですか？はい、今回のこの展覧会ですね、見ていただくことで、あの熊健吾さんの幅広い作品というのを知っていただく機会になるかなと思います。オノマトペという、皆さんが日常で使っておられるキーワードを使って、建築という皆さんの生活に必ず存在しているものを表現するという展覧会ですので、ぜひお気軽に足を運んでいただいて、それぞれの感想を持って帰っていただければなと思います。今週のウィークリー姫路はいかがでしたか？姫路市公式 YouTube チャンネルでは過去に放送したウィークリー姫路もご覧いただけます。次の更新は10月28日です。次週もお楽しみに。さようなら。